はい、皆さんおはようございます。コーフィッシュの子です。まあ昨日に引き続き今日もロックショアで青物を狙いたいと思います。で、まあ昨日のポイントはねすごく良かったんですけど、やっぱりちょっと釣れなかったんで、で今日はまあ何回か来てる、磯場の方に来ましたんで、これからちょっとやっていこうかなというふうに思います。で、まあ、また最中トップフィードポッパーからスタートしていきます。でちょっと今日はね、まあ、今のところまだ風がないんでいい感じですね。で今時間がだいたい6時ぐらい、だいぶ日が出るのが早くなりましたね。ただ昨日に比べるとね、ちょっと肌寒いですね。
れた。サゴちゃんですよね。100均のジグサビキに取ってきました。かわいい。いやー、初フィッシュです。全然引かない。ジグサビキにカサゴなんて食ってくるんですね。というわけでね、もうちょっとね、風もだいぶ強くなってきて、で今ちょっとちょうど多分潮止まりの時間だと思うんで、まあ一旦ねちょっともうここを移動しようと思います。で昨日みたいにですね、またあのいろいろ回って釣れそうなところがあれば、釣りができそうなところがあればちょっと釣りをしていくっていう感じで、まあ一旦できで、この後できればやりますけど、ちょっとできなかったらもうちょっとそれで終わりっていう形になります。はい。で、まあ、2日間ねなんとか、6ショアで、ね、ショアジュギングフラッキングやったんですけど、はいね、ちょっとまあ、回遊魚なんでね、まあ、だいぶちょっと渋い時期になってるかもしれないですけど、まあそもそもちょっとベイトがねあんまりいないっていう感じなんで、結構厳しい兆候になりました。ただねこの2日間なんとか坊主は免れましたね。カサゴくんが1匹、手のひらカサゴが1匹釣れたんで、まあね、あれでも釣れないよりはすごく嬉しいなと思いますので、でまたね、釣りキャンプ道具もね買って、まあ、ご飯炊くぐらいしかしてないですけど、まあ、釣った魚をねさばいてまた食べたいと思いますので、これからも釣行頑張っていきます。はい、では一旦ねここでお別れします。それではありがとうございました。バイバイ。